愛知県警察の交通安全大使出てきようです。自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう。特定小型電動キッズに自転車に乗るときもヘルメットを忘れないでください。安全行動の交通事故シャットアウト。海上保安庁では7月16日から31日までの間も海の事故ゼロキャンペーンの期間とし、海の事故ゼロを目指します。安全な海水浴を楽しむためにライフセーバーや監視員がいる管理された海水浴場で泳ぎましょう。保護者は常にお子様にロックオンで行きましょう。泳ぐときはノンアルコールでお願いします。天気のいい日に泳ぎましょう。また海で事故が起きた場合は海上保安庁への緊急通報番号118番へご連絡ください。海上保安庁は皆様の安全で楽しいマリンレジャーを応援します。Thank you.
ちょっと待って。